始めましたって書こう。ショールーム。やっほーみんな。期間中ポニテになるか待ってます。ゴム忘れた。普通に。うん。シュシュつけとこうと思ったけど。こんにちは。テロップ書かなきゃ。45分までか。分まで。まで、星名源カウント。とあらナウントになってた。カウントお願いします。ありゃ45分まで星投げになってた。ちょっと待って、押し投げカウントお願いします。いけ、よし、取ってこんよこんにちはね、みんな。みちゃんの最近ハマってるおやつ紹介する急にってね。え、みんなこれ食べたことないかな。なんか海外のお菓子って言うけど、待って、でもねパッケージがなくてね、もう捨てちゃってジップロックに入れてるからあれやっちゃうけど、みんなさ、メープルシロップ好き？メープルシロップ好き？痩せちゃおう。メープルシロップ好きですか？好き？メープルシロップとかのお菓子好き？味の種類。これね、見て。好き？本当？ね、これめっちゃ美味しいから、これ食べてみてほしい。これ知らん？メープルシロップ好きと言えるほどではない。これ知らん？みんな、なんかクリームがサンドされてるやつ。これ知らん？これちょっと見つけて食べてみてほしい。めっちゃ好き、これ。メープルシロップ好き？ね、これおすすめ。これおすすめ。これ食べて。でもね、これね、22枚ぐらい入っちゃって箱で。だからでも箱は捨てちゃったから、あのジップロックに、容器はなんかプラスチックに入っちゃって、で袋もあるから、それを袋とプラスチックそのままあのジップロックに入れ替えて、箱じゃなくて、で冷蔵庫に保管してるっちゃけど、これめっちゃ美味しいよ。これ海外のお菓子やっちゃけど、これはカナダのお菓子かな、多分カナダのメープルって書いてあったから。これめっちゃ美味しいの、食べてほしい。中にね、メープルのクリームがサンドされてる。めっちゃ美味しいの。なんか何種類かあるっちゃけど、これしか食べたことなくて。そう、あ、いや普通に買いなそうって。いやスーパーとかには売っちゃらんけど、あれなんだっけ、なんかさ、あれに言っちゃうよ、海外のお菓子がいっぱい売ってあるとこ。うん、だから、うん、何があるっけ、あー、いや、うーん、カルディになるか分からんけど、カルディとか
そういうとこにあるじゃないかな、なんか海外のお菓子が売ってあるようなお店。テイストデライトじゃないの？テイストデライトっていうお菓子ってこと？え、わかんない名前。これがめっちゃ美味しいのよ。で最初ね、これめっちゃ気になっちゃって、でこれめっちゃ気になって、あ、なんかそう、なんかね、まずね、あの東京かな、東京かどっかで、東京でまずなんかこれ見かけて、これに似たやつかもしれんけど見かけて、欲しいと思ったけど、ちょっと持って帰るのに重かったから買わんくて諦めちゃって、で見つけてこれ買った、見つけて買ったっちゃけど、なんか最初はね、ちょっとさ、 450g ぐらい入ってるわけだからさ、なんかさ、最初から450g も買って22枚ぐらい入っちゃうのに、それ買って失敗したらもったいないから、3枚入りの140円くらいのでお試しして、そう、それを食べ、マミと食べたらめっちゃ美味しくて、もう箱で買いたいってなって、そう、箱で買っちゃった。ジュピター、わからん、ジュピターってお店とかカルディとかにあるってこと？あるらしいよ。これ美味しいから本当食べてほしい。これね、香りもメープル、じゃあメープルの香りと味は分かるんですよ。そう、だからそう、メープルとか蜂蜜系のものが美味しく食べれるので、美味しいので、これおすすめです。メープルシロップ好きな方はぜひ買ってください。そう、めっちゃ入ってる量も、美味しいの、たまに食べます。そう、大事に一つずつ、そう、美味しいのよ。可愛いよね、なんかね、溶けちゃった時はこれ外して食べるのも美味しいけど、あ、外れそう。さっきまでめっちゃカチコチやったのに、冷蔵庫入れちゃって、あ、東京バナナのクマロップさんたちが買ったよ。コンチャビー、あ、取れた。こんな感じで、こうやってつけて食べるのも美味しいし、もうこうやってパクって食べちゃうのも美味しい。じゃあこれつけて食べようかな。あ、溶けてるわ、見える、ひょん、いただきます。そう、プラスチックに箱入って、箱にプラスチック入ってるやつ、そう、この食べ方時々ある？美味しいよね。外して食べるのもめっちゃクリーム。なんか汚い。美味しい。これがおすすめです。なんか蜂蜜とかメープルシロップ入ってる系のやつでおすすめあったら教えて。余っちゃった、めっちゃクリーム。どっちから食べよう。なんか食べたいと思って、あ、これいいやんって思って
配信で食べようと思って1個だけ持ってきた。キリのチーズスティックタイプ食べるパターン、確かに確かに、うん確かに、うん、そう、うん、うんふん、うんふん、ベリーグー、でもさ、こういうのってさ歯に挟まんない？そこだけが邪魔、好きじゃないな。あ、きのこの山さん、くまちゃんありがとう、いただきます。うん、なんか溶けてなくなっちゃう。うん。待って、お茶飲まして。ルイボスティ。クリームが上の顎にくっつくときある。あー、上の顎、ここ？8月14日と8月21日のオンライン申し込みました、嬉しい。そう、皆さん、あの1時までなので、うん、あと45分ぐらいみんな待ってます。うん、リップ塗ろう、食べたから、食べてからリップ塗ろうって思ってた。ちょっと色ついたよね。僕も申し込んだ、嬉しい、来てね。うん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 、ごちそうさまでした。美味しかった。いや、分けるとな、後で大変なことになっちゃう。カズ兄さん、だるまさんありがとう。あ、そうだ、そう、みんな、じゃあ今日はお昼、それだけじゃないよ、もちろんそれだけじゃないけど、うーん、でもね、ふちゃんはね、ちょこちょこ食べたいタイプですね。すぐお腹空いちゃうじゃん。じゃあ皆さん、えしりとりしましょう。昨日やんなかったので。サーナが今食べてたの海外のお菓子、そうそうそう、カナダのお菓子かな、多分カナダのお菓子、うん、カナダのメープルシロップを使った、
クッキーサンド、クリームサンド、そう。じゃあね、じゃあふーちゃんがみんなが当ててくれんとこのエシートリ進まんから、みんな頑張って、みんな頑張ってね。じゃあ行きます。真っ白の紙から、じゃあふーちゃんが描いた絵からスタートさせたいと思うので、みんなよろしく。何描こう、何描こう。でもそれにしてもね、ちょっと最初は簡単なものからいく。じゃあ簡単なものからいく。簡単なものって何。でも簡単なものって何。よし、わかるかな。はい、これからスタートです。あ、待って、いきなり難しい絵にしちゃった。てか下手くそすぎる、ごめんなさい。ちょっともうちょっと上手に描けばよかった。ちょっと失敗したけど、まあまあ なんとなく読み取って、これ当ててください。なんでしょう。え、早速難しいよね、ごめん。難しくしちゃった、やっぱり。全くわかりません。やばいやばいやばい。ちょっと待って、頑張ってみんな。お願い。お願い、頑張って。頑張って。なんでしょう。もう一回ゲームの説明お願いします。絵しりとりを今からします。それで、みちゃんが、勝手に絵を描くので、ファンの皆さんが答えてからふーちゃんが次のその終わりの言葉から、しりとりだから、しりとりやったらリンゴを描いたとして、でみんながリンゴ当てれたら次ふーちゃんがゴリラ描くよみたいな感じ。ヒントが欲しい。お豆腐違うよ、これはティッシュです。あ、待ってちょっと待って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 、ヒントじゃなくて答え言っちゃった。ちょっと待って待って待って、はあ、待って、これは箱ですって落ちたら、これはティッシュですって言っちゃった。待って、ティッシュです。はい、ごめんなさい、答え言っちゃったのでもう一回書きます。ごめん、待って、まさかのヒント、ちょっと危ない、答え言っちゃったよ。ティッシュです。はい、待って待って、じゃあ次書く。待って、ちょっと何しよう何しよう。何にしようかな。やばい、ありえすぎる。あ、分かった、じゃあ次は、分かった、じゃあ行くよ。やば、絶対わかんないこんなの。こんなんだっけ、まずそもそも。え、待って、これ絵になんないわ。あんま絵にならんけど、まあ答えよう、みんな。こんなのがいっぱいあるのはなんでしょう。嘘でしょって、ごめん。いや、やばい、本当に本当にやばい、本当に今のはやばかった。これティッシュ、これはティッシュです。はい、箱ですって言ってたっちゃけどね。これ当ててください。これがいっぱいいっぱい、これがいっぱいいっぱい、ちょっと柿の種じゃない、
あのちゃんと目がついてます、お目目よく見てください。枝豆違うよ、目があるじゃん、ちゃんと顔があるやん。ヒント、顔、あとこれを大量に。なんでしょう。柿の種じゃないです。クキョウさん、ラブレターありがとう。あ、シラス正解、おめでとう、嬉しい、さすがです。水族館なわけありません。じゃあ次行きます。確かに魚がいっぱいおったら水族館やね。シラスなのですから始まるものですよ。次は行きますね。なんか最初が一番難かったよ。す、もうこれは分かってもらわんとね。うちゃん、これ当ててくれんかったらめっちゃショック受けるからね。みんなちょっと当ててね。よし、はい、なんでしょ。これは自信ある。うん、トマさん、くまちゃんありがとう。おお、おお、正解。3人答えが出た、正解にしよう。これはね、分かってもらわんとね。じゃあスイカの次、か、へえ、か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 、分かった。違った、逆、待って、やばいになっちゃった。まあ一回わかるよね、こんなの多分わかると思う。はい、どうぞ。そう、スイカ割れたやつも書いといたね。ちょっとさ、逆になっちゃったけど、まあ許して。多分、あ、この絵です。次、足で割るの時だよねって。たまたまだよ。なんでしょ。ちょっとこれ下手だわ。これは、え、違う。悲しい。カメレオンじゃないよ。カメレオン、まあ確かにね。カタツムリです。カタツムリです。確かにこれじゃカメレオンになっちゃうね。そうだよ、カメレオン運がついちゃうよ。そうだよ。カズ兄さん、ハートありがとう。カタツムリ、リ、リですよ、リ、リリ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 、わかった。よし、はい、当ててください。角があるか、そっかそっか。カタツムリって角、なるほど。そうですね、想像力の発達させる配信。うわ、待って、これカタツムリって言ったやん。マヨネーズ絶対違うやん。あ、そうか、そうくる、なるほどね、分かれるわけ。なるほど、そういうことか。嬉しい。でもリンスじゃありません、リップです。リップです。確かにリンスに見えるかもね。リップです。
みちがよく使うもの、まあ、どっちも使うけど、じゃあリップ、プね、プ、次難しいよ多分、プ、もう決まった、もう決まった、え、これ当てれたら結構嬉しいよ、ふんちゃん。いや、集合体無理の方はごめん。はい、プリンはダメやって、面白い、プリンじゃない、これなんでしょう、しらす、スイカ、カタツムリ、リップ、なんでしょ。面白い。プールかな。プールじゃないよ。え、え、待って。すごい。すごいね。すごいよ。プチプチです。何をする、これプチプチだよ、プチプチ。プチプチです。あ、よかった、プチプチ分かってくれてちょっと安心した。サンド一番楽しんでる、楽しい、みんな即答してね。んー、プチプチ、チチチチチチチ、暇つぶしによくやります、わかるわ、チ、んー、ち、ちですか、ちってなんかあるっけ、へえ、ち、わかったわかった、途中から絞るのもめっちゃわかる、至難の技ですって即答してください。じゃあ分かった、じゃあちょっと頑張る、ちょっと待ってね、え、待って、チやろ、ふんちゃんあれ書きたい、よし、よし、書いた、チね、即答してくださいね、皆さん、いきますよ、せーの、ダドン、どうですか、え待って、これ林クイズにする、めっちゃ面白い、待って、すごくない？すごいよ。え、すごいよ、パクチーさん。パクチーさん、神様じゃん。てかさ、みんなさ、なんでそんなわかる？わかる？これで。これでわかるのすごいね。千葉です。千葉県です。いや、千葉県じゃないよ、みんな。知ってる？答え。千葉。千葉県じゃないの、みんな、千葉千葉なんです、答えは。すごい、最高、千葉、千葉なので安心してください。じゃあ次いきます、千葉、ババ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 バ最悪、こんな最悪すぎるはい、どうですか、はい、
千葉です。はい、続いてこちら、どんどん難しくなってる。嬉しい。おお、すごいすごい、え、すごい、え、わかるもん、これバスです。バス、ちょっとこのバスある、顔つけちゃったよ、うちゃん。バス、バスです。はい、バスです。バス、す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 、え、バスうまい、うそ、バスうまいっけ、これ。足と顔描いちゃったけど、バス、す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 、やばいけどわかりますって嬉しい。やばい言われた。す、す、す、すって何がある、え、分からん。す、でも分からんけど、じゃあ絵描くよ。うん、よし、す、す、幼稚園で見る、確かに。え、なんで、すごいよこれで分かる、これでわかるのすごいね。え、すごい、みんなスーツってスウェットじゃないです、スーツです、スーツ。ちょっとネクタイ描いたらわかるかなって思って洋服にネクタイつけた。スーツってそんなんよね。スーツ、ツツツツツツツ、わかった。これなんでしょ。スーツじゃないけど分かります。待って、スーツってそんなんじゃないと。これはスーツです。スーツの次、これみんな当てて。はい、これ、これだよ、これこれだよ、これ。スーツで、つ、粒、違う粒じゃない、粒じゃないよ、粒じゃないです、粒じゃない。スーツの次、でもこれわかる人はもうやばすぎる、天才の天才これわかったらもうめっちゃ天才だから、みんな天才になれるよ。お、いた、天才になれるよ、みんな。これなんでしょう、つ、爪じゃない、いや爪だったら違うよ、土、違います。やっぱ難しい？これヒント欲しい？ヒント欲しい？ヒント欲しいならもうちょっと絵描かんといかんけど、ヒント？ヒントか、でもどう描けたらいいか分からん。はい、ただの点ですよ、これ。ただの点っていうか丸っていうかね、最悪最悪ねえ待って、つばじゃないって最悪、違います、黒い点、これなんでしょう絵ですよね、絵です。ま、絵っていう絵じゃないけど待って、つばはやばいって。いや、月はもうちょっと大きく描く、違うね何文字、え、言えん言えん、何文字とか言えん、これ何文字、言えん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 
何文字は言えません。何文字は絶対言えん。言えんね。何文字とか言えん。うん、当ててください。超難問だねこれは。じゃあ分かった。すごっ。天才天才じゃん。天才。リボンちゃんなんで分かったと。つです。つ、つだよ。つ、つが正解。すごすぎる。つだよ。つ、つ、つです。つ、これはつです。つすごいね、すごいね。つです。すごいすごい。待って、つってさ、つはわかるよね。そう。すごつ、つだよ。すごい。そう、文字数言えんやった。そう。あ、待って、つって何って。待って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 、リボンちゃんさ、つわからなくてつって言ったと。面白すぎる。待って、みんな、みんなさ、文字のつじゃないことはわかるよね。文字のつじゃないよこれ。つ、つです。はい、つです。こちらつ。つ、あれよ、つ、怪我した時につできるよ。それ、怪我した時にできるやつ。つ、つが正解です。これは怪我した時にできたつの絵。怪我した時のにできたつの絵です。めっちゃ難かったやろ。そう、怪我したらさ、つできるやん。うん、そう。方言これ。待って待って待って、つって方言なんですか。嘘嘘だ。方言これ。面白。つできたって言わん。つできたって言わん。かさぶたって、あ、そう、かさぶたかな。かさぶた、かさぶた、かさぶたかな。うん、つ、うん、あ、方言ですか。すみません。はい、つです。みんな今日からつって使ってください。1文字になりますよ。かさぶた4文字多いからね。4文字多いから1文字にしよう。つ、つです。初めて聞いたか。そりゃみんなわからんなこれは。じゃあ気を取り直して、つから始まるものいきます。つか、つ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 、わかったわかった。めっちゃわかりやす。やば、うまいかも。サタンさん、あんた、ありがとう。かさぶたって言われても分かんなかった。かさぶたと一緒か。あ、これです。すごっ、杖だよ。うまかった。これは、これはさすがにうまかった。やったー、杖、杖です。じゃあ続いて、え、つえ、つえ、つえ、うん、つえね。
たが一番強いよって。面白い。続いてこちらです。どどん、なんでしょ、なんでしょ。カズ兄さん、ハートありがとう。なんでしょ。ヒントは、待って、ヒント言う前にみんな分かってくれた。よっしゃ。絵です。絵絵です。雲と女の子と太陽を描きました。絵です。絵本じゃなくて絵です。はい、続いて、絵やろ。絵、わかった。はい、なんでしょ。一文字好きですねって。確かにみんなだからといってこれ一文字じゃないと思うよ。一文字でいいのこのゲーム。ダメダメ、もう一文字あんま出てこんと思う。たまにしかない。おお、待って、サッタンさんさ、あの早押しクイズ得意やってない？鉛筆正解。ちょっとさ、ヒント入れてたの分かった？ 2B ってちゃっかり書いてます。鉛筆です。またつ？ちょっと待って、つ最悪。何次、つ、つ、待って、あと3分じゃん。ちょっと待って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 、あと3分やった。ちょっとランキング読みますね。ランキング読みますね。やばい、みんなありがとう。ランキング読む。みんなランキング読む。ごめんごめんね、みんなランキング読むね。これの続き後でしよう。うん、後でね。じゃあ行きます。もう集中しすぎて今時計見たらさ、降って、あと2分、やば。13位プレジョンアットマークマニアックな人さん、ありがとう。12位のんのんさん、ありがとう。11位ハイブス305アットマークソラダチさん、ありがとう。10位アッキーさん、ありがとう。9位ギャッンジャッチャーさん、ありがとう。マナゾーさん、ありがとう。7位シンさん、ありがとう。6位ヒデトさん、ありがとう。5位コウちゃん、ありがとう。4位カズ兄さん、ありがとう。このヤマさん、ありがとう。2位ドマさん、ありがとう。そして1位はコックよ。ありがとう。でも、うん、いや時間忘れるくらい楽しかったね。これ定番にする？みんなの頭の体操にね。もちろんみんなの頭の発達のためにしりとりを配信でやろうと思います、これから。それではいきます、せーの。空のじゃんけん、じゃんけんぽい。次は5時からです皆さん。4時間ぐらい空くけど、さっき何時間ぐらいいたっけ。3時間ぐらいか。はーい、頭の発達、そう、頭の回転を良くする体操、頭の体操にうちらの配信ぜひ使ってください。それでは皆さんありがとうございました。めっちゃ早足でごめんね最後。あ、そうですね、ソラノンの画力向上とみんなの頭の脳トレ、そう、それです。ありがとう。じゃあ5時にお会いしましょう。星集めよろしく。